の目覚めの時期ときっかけ。小学校の高学年ぐらい、友達の家にね、遊びに行ったことがあったんですよ。そしたら、その友達の家にね、エロ漫画がね、大量に置いてあったんですよ。わー。気になるじゃないですか。お、なんか漫画あるじゃん、みたいな。パッて開くと、ドエロみたいな感じだったんですよ。そこから、こういう世界があるのかって知ってしまって、あれ事件が起きたんですよね。何ですか事件。まあそれは中学生ぐらいに上がってからなんですけど、自分でね Google で調べたんですよ。はい。ほう。何を？エッチなビデオって。ないですね。エッチなビデオって一回調べたんですよ。はい、そしたらワンクリック詐欺に引っかかってしまって。最高かよ。Twitter でエッチなビデオ見てたら、お金かかったんだけどどうしたらいいですかってつぶやいて、恥ずかしい思いをしたっていうね思い出があります。嫌いにならないで。性の目覚めの時期ときっかけ。かませ。小学5年生あたりで、はい、その日はね友達と一緒に本屋さんに行ったんですね。はい。よし、じゃあ今月も帰ったぞってすごいウキウキしてる隣でですよ、友達がエロ漫画本を読んでニヘニヘしてたんですよ。えい、ー、うい。何読んでるのって聞いて、はいはい、ちょうどそのん何って言った時にペロって私の方に向けたんですよね。はいはいはい、はい、そしたらちょうど中の先を言った時でして、あーエッチエッチなところだ。私はねまだね中以降のことを知らなくて、それ見せられて、あ、これは一体何、ちょっとそこからその先の1ページをこうめくらせていただいて、すごいエッチエッチなところを見てハマりました。ハマったんだ。ハマってはいない、ハマってはいない、ハマってはいない。こいつハマったぞ。でその後どうしたの？え、その後買って帰りましたよ。え、買って帰ったの？お前ハマってんじゃねえか。性の目覚めの時期ときっかけ。小学校の2年とかの時に、うん、なんかドラマとか映画とか見てて、キスシーンを見てってなって、なんかすごいドキドキしちゃって、ママとかパパとかいない時にここの場面を巻き戻して何回も見ていったら、好きドキドキするみたいな、かわいい感じ。そういうのが目覚めじゃないのかな。浄化されてしまって純粋すぎて。